CMBS は、ホンダ技研工業が開発した衝突被害軽減ブレーキである。アイホックで装着されるミリ波レーダーを利用して、先行車を監視し、追突の危険が生じた場合、運転者に対し警告音、シートベルト引き込みインパネ内表示等で知らせ、追突回避が不可能と判断した場合は、ブレーキ制御を行う。ただし、ブレーキ制御は、 追突を回避するために行われるのではなく、あくまで追突による被害軽減を行う目的であるため、運転者は従来通りに運転を行う必要がある。当初の CMBS は原則による衝突被害軽減のみを備え、自動停止は行わなかったが、2013年発売のアコードハイブリッドから低速での自動停止を行うことで衝突回避が可能となった。また、 対向車と衝突する恐れがある場合、ブレーキの自動制御により被害軽減を図り、ドライバーが回避操作をした場合は、ステアリング制御機能で回避操作をアシストする。なお、CMBS は単体で装着されず、iHawk や HDs 及びホンダセンシングに内包されて装着される。HDs の場合は、車両開発時期のタイミングで、 同装置が装着される場合とされない場合がある。ありがとうございます。